超高校級レフティーをする星稜と伝統の守り市立船橋が激突。今大会注目度ナンバーワンの本田を擁する星稜高校、超高校級レフティーは司令塔としてチームを夢の場所へと導いた。高校チームからただ一人20歳以下の日本代表に選ばれた本田の左足が星稜をさらなる高みへ導く。そんな星稜を率いるのは川崎監督。星稜と対戦する市立船橋は優勝4度のエリート軍団。しかしキャプテンから見た今年のチームは、全員がすごい戦えるっていうんですか、泥臭いサッカーをみんなできるんで、それがやっぱ去年一昨年にはなかったっていうか、今年の代っていうのは去年と比べて弱い弱い言われてきたんで、絶対勝ちたいっていう気持ちがみんな強かったんで、そういうメンタル的なことから、そういうなんですかね、泥臭いサッカーっていうのが生まれたと思いますね。名門であるがゆえに聞こえてくる厳しい声、向けられる会議の目。しかし強い向かい風は選手一人一人の精神力を鍛え、逆境はチームの結束を生んだ。雑草のごときたくましさと市船の誇りがもたらす自信、チームの力は戦いを重ねるごとに上昇カーブを描いてきた。そして迎えた準々決勝。今日ボロボロになっていいんだよ、また陣地開くから陣地開くから最後さ、苦しい時頑張ろうね。去年みたいにロスタイムあるから最後は力入れないところ。キャプテン渡辺光大が統率する伝統の固い守りは健在。雑草魂で相手の攻撃をことごとく跳ね返す。そしてひとたびボールを奪えば一気のカウンター。仲間を信じ果敢に攻め上がる。一瞬の隙を突いた。オンとオフサイドはない。リーボン森田、さあフリーになった。ゴールキーパー出てきてシュートを流し込んでゴールだ。市立船橋3対0の完封勝利。たくましき雑草軍団がついに夢の場所へ。どうする？特立だよ、特立。3点も入れ込みだ。お前だった、初めてなんだ。入ったもう優勝しかないんで、やっぱ早く試合したいなっていう気持ちが強いですね。国立発見団の星稜対雑草魂の市立船橋、勝つのは果たして。